今、えー、デジタルトランスフォーメーション、DX という言葉がちまたでささやかれています。私たちは、えー、毎年、経営計画書をお事業のスタートの時にまでに、えー、完成をして、えー、スタッフにこう渡していくわけですけど、その中には動画のマニュアルも付けた経営計画書があると、えー、文字では伝えきれないものが 動画でも、えー、伝えるることがでできるわけですねそして社長の、えー、挨拶も文章で長い文章があってもなかなかつかみどころが悪いわけですけど例えば、えー、今年の目標はこんなことですっていうことを簡潔に動画で伝えることによって、えー、伝達力はかなり効果が出てくるものだと考えております。えー、よく えー、3年計画、5年計画といいますけど、今は社会の環境が大幅に変わっていく中では、例えば毎年、えー、計画書を作る、そして半年ごとにまた見直していくということも必要になってくると思いますが、えー、それを作る時間があ費やしてたらもったいないわけですから、えー、常にこう更新ができるような、 動画マニュアル付きの経営計画書、そんなことを私たちはお客様に提案しております。